三方ヶ原の戦いは、元気3年12月22日に、東東三国寺基地軍の三方ヶ原で起こった、武田信玄と徳川家康、織田信長の間で行われた戦い。信長包囲網に参加すべく上落の途上にあった信玄率いる武田軍を徳川、織田の連合軍が迎え撃ったが敗退した。戦国期に開国の武田氏は、信濃侵攻を行い両国を拡大し、 越後の植杉氏と対決していたが、永六四年の川中島の戦いを契機に方針を転換し、それまで同盟国であった駿河国の今川両国への侵攻を開始する。また、桶狭間の戦いにおいて、今川市当主の吉本が、尾張国の織田信長に討ち取られると、今川氏に侵入していた、三河国の松平元康は、三河において、 おだしと同盟関係を結び独立した。駿河信仰により武田氏は、駿河において、三河の徳川氏や今川氏の同盟国であった、相模国の北条氏に攻撃される形となる。やがて、武田氏は、北条氏を退けて、今川両国を確保し、徳川両国である三河、東東美方面への信仰を開始する。武田氏の信仰に対して、 徳川氏は同盟関係にある織田氏の講演を受け、東海地域においては、武田氏と織田、徳川勢の対決が推移する。元気2年、室町幕府15代将軍、足利義明は、織田信長討伐令を出し、それに応える形で信玄は、翌元気3年に、徳川両国である、東都海国、三河国に侵攻を行う。同年末には、北条氏康の死をきっかけに、 北条氏は武田氏と和睦して、交渉同盟が復活し、高庫の憂霊を経った信玄は、翌元期三年に、正常作戦を開始する。元期三年、武田軍は兵を三つの隊に分けて、東東美国、三河国、美濃国への同時進行を開始した。総計三万人の軍勢は、当時の武田氏の最大動員兵力であった。 本来小さな市場を一つ落とすのにも一ヶ月近くかかるところを平均三日で陥落させていった。一方の徳川氏の動員兵力は最大でも一万五千人ほどに過ぎず、しかも三河国に山形隊が進行していたため、東都海国防衛のためには実際には八千人余りしか動員できなかった。さらに、名優の小田氏は、いわゆる信長法移毛に参加した近畿の 各勢力との戦いの最中であった。十月十三日にただ機城を落とした馬場信春隊は、その後、徳川市の本城、浜松城と四城、掛川城、高天神城を結ぶ要所、二股城を包囲し、信玄率いる武田軍本隊も二股城に向かっていた。十月十四日、二股城を取られることを避けたい家康がひとまず、武田軍の動向を探るために、 威力偵察に出たが、一言坂で、武田軍本隊と遭遇し敗走する。10月16日には、武田軍本隊も包囲に加わり、降伏勧告を行う。二股城は1200人の兵力しかなかったがこれを拒否したため、10月18日から、武田軍の攻撃が開始される。11月初旬に、山形正影隊も包囲に加わり、そして城の水の手を立たれたことが、 致命的となって、12月19日、除名を条件に解除、降伏した。これにより、東う海国の北部が、武田領となっていた。織田信長による援軍は、二股上落城の少し前に派遣された。この織田家から派遣された武将には、諸説があり、となっている。谷口勝弘は、佐久間は、織田軍の最有力武将、平手は、織田家代々の家老の家柄、 水野は、尾張から三河にかけて、大きな勢力を持つ水野一族の総領である。それを合計して、わずか三千の兵というのは信じがたい。おそらく信長は、彼らの兵をほとんど尾張、身の方面に残しておいたのだろう。と援軍の武将と兵数を表している。織田家の援軍の数も小説があり、となっている。磯田道文は、文献調査の結果として、織田の援軍を二万とし、 織田の援軍は、岡崎城から吉田城を経て、白須賀へ分散配置されていたとする説を述べている。三方玄古戦場当初、徳川家康と佐久間信森は、武田軍の次の狙いは、本城、浜松城であると考え、牢城戦に備えていた。一方の武田軍は、二股城攻略から3日後の12月22日に、二股城を出発すると、 演習兵や内を精神する。これは、浜名湖に突き出た庄内半島の北部に位置する堀江城を標的とするような新軍であり、武田軍は浜松城を素通りしてその先にある三方ヶ原大地を目指しているかに見えた。これを知った家康は、一部家臣の反対を押し切って、老城作を三方ヶ原から岩井田の坂を下る武田軍を背後から襲う積極攻撃策に変更し、 織田からの援軍を加えた、連合軍を率いて、浜松城から追撃に出た。そして同日夕刻に、味方が原台地に到着するが、武田軍は、魚林の陣を四季万全の構えで待ち構えていた。完全にいるはずのない敵の大軍を見た家康は、各翼の陣を取り、両軍の戦闘が開始された。しかし、不利な形で先端を開くことを余儀なくされた、連合軍は、 武田軍に撃破され、日没までのわずか2時間ほどの海戦で、連合軍は、多数の武将が戦死して、改装する。武田軍の死傷者200人に対し、徳川軍は死傷者2000人を出した。特に、鳥居白沢衛門、成瀬東蔵、本田忠真、田中義綱といった有力な家臣をはじめ、先の二俣城の戦いでの地軸を晴らそうとした、中根正照、青木貞春や、 家康の身代わりとなった夏目義信、鈴木久三郎といった家臣、また織田軍の平手広秀といった武将を失った。このように野戦に持ち込んだことを含めて、すべて武田軍の狙い通りに進んだと言えるが、戦闘開始時刻が遅かったことや本田忠勝などの武将の防戦により、家康本人を撃ち取ることはできなかった。味方玄子戦場祭が、崖飛、武田軍によって、 徳川軍の各隊が次々に壊滅していく中、家康自身も追い詰められ、夏目義信や鈴木久三郎を身代わりにして、成瀬吉右衛門、草壁兵衛門、小栗中蔵、島田治兵といった、わずかな共回りのみで、浜松城へ逃げ帰った。この敗走は、後の伊賀越えと並んで人生最大の危機とも言われる。浜松城へ到着した家康は、すべての城門を開いて、 かがり火を焚き、いわゆる空上刑を行う。そして、湯漬けを食べてそのままいびきをかいて眠り込んだと言われる。この心の余裕を取り戻した、家康の姿を見て将兵はみな安堵したとされる。浜松城まで追撃してきた山形正影隊は、空上の刑によって警戒心を煽られ、城内に突入することを躊躇し、そのまま引き上げる。どうや、一死報いようと考えた家康は、 大久保忠よ、天野安景らに命令し、浜松城の北方約1キロにある彩が、崖付近に野営中の武田軍を野襲させる。この時、混乱した武田軍の一部の兵が彩が、崖の絶壁から転落したり、崖におびき寄せるために、徳川軍が崖に布を貼って、橋に見せかけ、これを誤認した武田勢が殺到して外下に、転落したなどの策を講じ、その結果、 多数の死傷者を出したという。ただし、蔡が、崖の戦いは、徳川幕府によって編纂された資料が書室である。幅100メートルの崖に短時間で布を渡した、十数兆の鉄砲と百人の兵で歴戦の武田勢三万を老狽させた、武田勢は谷風になびく布を橋と誤認したという、高等無形な逸話である。また、 戦死者数も書籍がどちらの側に立っているかによって差があり、小田軍機では徳川勢535人、公衆勢409人と互角に近い数字になっている。紅葉軍艦によれば、味方原合戦後に武田氏は正式に信長と断交したという。ほぼ兵力を温存した状態の武田軍は、東う海国で越年した後、 元気四年正月に東三河へ進攻する。二月十六日には徳川軍にとって東三河防衛の要所である野田城を攻略する。まもなく信玄の病状悪化に伴い、武田軍は正常作戦を切り上げて海の国への撤退を決断し、岐路の元気四年、天正元年四月十二日に信玄は品野稲郡駒場において病死する。また、松平木にて、 この野田城の戦いで、武田信玄が、討ち死にしたとの遺説が記述されている。武田氏では、信玄の死を秘匿し、四男の武田勝頼が家督を継ぐ。その際の感撃をついて、武田軍の撤退から、半年も経たない8月には家康は、長篠城を取り戻すことに成功した上に、奥平貞義、貞政親子の調略も成功させている。 これらは、後の長篠の戦いで、大きな意味を持つことになる。勝頼は、翌天正2年には、東見の遠山市の本拠地岩村城を包囲。2月7日には、明治城を攻略し、その他円山十八市城と呼ばれる、串原城や阿弥城などをことごとく攻め落とし、また、大円寺をはじめとして、万馬寺などの円山領内の寺院をことごとく焼き討ちして、最後に、飯。 狭間城を落とした。信長は、半信長勢力を打破し、三河、東,東海では家康が反抗を強めた。一方で、天正年間に勝つよりは、小笠原長忠がこもる、後天神城を落とすなど東,東海の最小悪を開始することに成功する。しかし、天正3年5月21日に、三河における、長篠の戦いでは、武田方は、織田、 徳川連合軍に敗れる。勝頼は、信長との和睦を試みるが、天正9年には、徳川家康の遠藤海国公天神城の包囲に、対して勝頼は、救援を出せないままだか天神城は落城し、翌年天正10年3月には、織田、徳川連合軍の武田両進公により、武田家は滅亡した。通説では、信玄の挑発に乗ったとされているが、 様々な説がある。あえてここで出撃することによって、家臣や国人衆たちの信頼を得る、小田氏、武田氏のどちらが勝つにせよ戦役終了後に、徳川氏に有利になる、要戦略的アピールを狙ったなどがあるが、岩井田の坂を利用し一撃離脱を図っていたという、説や、挑発に乗ったふりをして、浜松城近辺に武田軍を足止めするための時間稼ぎを狙っていたと、 いったた戦術的面から見た説もあるまた、東大期、四千期分などの資料によれば、家康は戦うつもりがなかったが、物見に出ていた部下が、小競り合いを始めてしまい、彼らを城に戻そうとしているうちに戦闘に巻き込まれて、しまった、という旨の記述がある。この戦において、徳川軍は、核翼の陣を取り、武田方は、魚林の陣で待ち構えていたとされる。 各翼の陣は通常は数が優勢な側が相手を包囲するのに用いる陣形であり逆に魚林の陣は劣勢の側が敵中突破を狙うのに用いる陣形であり数に劣る徳川軍数に勝る武田軍であったとするとどちらも定石と異なる布陣を敷いていたことがわかるそもそも武田軍本隊は去っており待ち構えているのは少数であると予想していたため最初から 勝ち目がないことは分かっていたため、兵力を大きく見せることで、相手の動揺を誘おうとした。核翼の陣を見て対象首を打ち取ることに狙いを絞った。織田軍の中でも特に増員兵力の多い佐久間、信森が援軍にいる情報を得ていたことなどから、織田軍の支援を考慮して相手方を多く見積もっていた。他にも説はあるが、いずれにしてもはっきりしたことは分かっていない。実は、 三方ヶ原の戦いにおける主戦場は分かっていない。現在の三方原墓園に古戦場の石踏みこそあるが特定されているわけではない。一方で西賀崖の戦いにおける古戦場としては西賀崖資料館があり、また戦の古事から浜松市に布橋という地名がある。三方ヶ原の戦いでは武田家臣の小山田信繁が 投石隊を率いたとする逸話が知られる。三方原における投石隊に関して、信長後期商本では、武田氏では、水役の者と呼ばれた200から300人の投石部隊がつぶてを打ったと記している。一方、三河物語でも、武田氏では、狂人、原と呼ばれた投石隊が率いられていたとしている。これらの資料では投石隊を率いたのが、 小山田信繁であるとは記述されていないが、江戸時代には聖徳四年の遠山信春、葬儀期においては信玄は信繁に先陣を命じ、それとは別に水役の者を先頭に立たせ、つぶてを投げさせたと記し、これは水役の者を率いたのが小山田信繁であると誤読される可能性が指摘されている。1910年には陸軍参謀本部編、 日本戦士味方原薬においては信重が投石隊を率いたと記され、1938年の大日本戦士では陸軍中将井上和次が同様に投石隊を率いたのが小山田信重であると記している。その後、信重が投石隊を率いた点が明確に否定されることがなかったため、俗説が成立したと考えられている。 徳川家康三方ヶ原戦役画像。月岡義都堺坂井史事実済見だの図。講談子が最初に覚える話として知られ、一席のうちのほとんどを修羅場読みが占める。ありがとうございます。